皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もアサシンクリードオデッセイ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、一つの節目となっているメインミッションを終えたところで、これから暗殺しに行くスパルタの狼、彼が実のお父さんであることが明かされました。さてで今日メインミッションね、行きましょう。船ミッションでさ、この傾斜さ、あのサスケのなんだっけ、反り立つ壁、反り立つ崖、あれにすごい似てない？ここね、なんかね、思わず遊んでしまったの、こういう風に。これね、アサシンがサスケ出たら本当に無双なんだろうな。スタミナないしね。よし、行こうか。さあ、まずは秘訣を学べ。船を破壊する。これ、どう破壊するの？ちょっと待ってね。操舵する。あ、これか。ここだわ。そうだ。ここらしい。よし。攻撃、者ども。進むぞ。さあ、加速。と減速。待て、なんか下からなんか来たよ。行くぞ。よし。振り落とされるな。で、スタミナ。これ貯めて。じわじわ溜まる。これ今作もあれじゃないの、なんかカウンターあるんじゃないの、船の。よし、太陽の中へ。もう跳ね。さあこれがマックス速度、最大戦速で、それかな、あれを潰しに行く。どう潰す？どう潰すの？え、突っ込むの？これもしかして違うよね、ですよね。で、矢を撃つ。よし、撃つんじゃ、モノどもぶっ殺せ。で、L1 ガード。これ絶対カウントあるわ、今回も。待ってね。さあガードしがみついて、で、こう U ターンして、はい、撃っていく。よし、いいよ、直撃、リロード。で、ガードする。燃えてる、大丈夫、進化する。さあ、さらにぶっ破する。ガードする。いいね、このガードっていう理屈がよくわかんないけど、ガードできんだわ、耐えるんだわ。さあ加速からの、よし、ガード、危ない。で、ジャベリン。待って、ジャベリンとは最初に出せ、それを。待ってね、相手も大破寸前だよ。よし、はい、どう？もうちょい。ジャベリン、あ、これか、 R2。 ちょっと待って、射程が足りんの。これジャベリンで、これが矢。よし、で、最後にぶち破る。バツ長押しで衝突する。すげえな。そう、これがやりたい。ほら、勝ち割る。よし、海賊との一悶着で船員を何人か失った。スパルタとアテナイの対立が激しくなってからは海上はますます危険になってる。質のいい船員の補充がいるな。ちょうどいいやつを知ってる。最高の弓兵だ。貴重な戦力になるぞ。いつ会えるんだ？まあ、まずはやつを口説き落とさないとならんな。どういう意味だ？乗船させてくれたら俺が説得する。多少のドラクマがあればやりやすいかもな。つまりそいつを叩きのめせと？違う違う、まあちょっとなだめる分にはいいが、船に連れてきてくれ。うまいこと話してみよう。大丈夫、万事うまくいくさ。よし、で、ミッションクリア。船に連れてくる。待ってね、島フォキスにある。アポロンの聖なる地の南にある。
なんで君ら歌うの？戦闘位置に近い。おい、ちょっとこれ突然すぎない？ちょっとこれどうしよう。リンチされてる。まずいな。一旦マップ、さあこれ開いて、どこにある？聖なるアポロンの地の南にある。多分ね、ここら辺だと思うんだよね。一旦前進しようか。連中振り切ろう。よし、どっち、どっち、そっち。あ、穂が若干破けてる。ダッシュ。これどっちが速いかな。最大戦速。よしよし、ちぎった。ついてこれない。さあまったり行こうか。どこかな。で、新ロケーション、ポセイドンの怒り。その島とは、島の位置がわからんぞい。どこだ。そこなんか光ってるよ、ぽわーって。これ何？あ、この島らしい。了解です。さあ鳥、トリッピー呼んで標的を見つけてくれるだろう。偵察する。で、メニュー勧誘。兵士や盗賊、あるいは他のさまざまな人を勧誘できる。イカロスでターゲットしている間に彼らのボーナスを確認し、最適な人材を探そう。なるほどね。人員補充か。あのメタルギアの兵士みたいな、ああいう感じね。あいつがいらしい。よくわからん。弓兵。よし。さあ敵は大丈夫。で、これは船着き場。多分アイコン的に。歌わなくていいんだって君ら、バレるでしょ。で、停泊する。こんなんさ、全員であそこに乗り込んでってさ、彼ら散ればいいじゃんね。そう思わない？絶対楽でしょ。よし、バレるでしょ歌うと。もうなんなんこのおじさんたち。マリフォリーベかー言ってるけど。さあここ敵いっぱいいます。あいつを拉致る。あ、こいつね。これどうするんだろう。こいつを最後にやるか、もしくは最初にやるか。でもすげえいい場所にいるんだよね。最もやりやすい。行こうか。一旦これ待ってね、クイックセーブ。今できないか。おえ、これどうなるんだろう。初体験。さあこれをどうすんの。副艦の勧誘。さまざまな場所で人員を勧誘し、船の副艦として雇用できる。ノックアウトダメージやアビリティを使って敵を無力化し、仲間になるよう声をかけよう。ノックアウトダメージ、 L3 で気絶させる。はあ、こうか。どう。さあこれで気絶したらしい。で、勧誘する。俺の船の乗組員になる。今よりいい生活をさせてやろう。え、こんなんでいいの。船員に加える価値がありそう。仲間になったらしい。フェミオス。で、船メニュー、これ開いて副艦の割り当て。副艦を雇って配属すれば船に様々なボーナス効果がつく。で、船から離れてる時にアビリティ戦闘招集で招集すると戦闘を支援してくれる。お供になりますと。さて、で、ここに復活ね。この方をフェミオス。弓ダメージ 3%。よし。で、乗っけとく。OK です。で、船体。これアップグレードすればさらに雇えますと。これか、雇用機会ってのは。さて。で、残った連中をぶっ殺そう。そうね、そこに2人。これちょっと待ってね、これポジション的にちょっときついな。どうしよう。口笛か。よし、ばらけた。これならばいける。待ってね、ここに行く。草に行く。
よし、バレてない。俺の気を引こうとしてるのか。もうちょいこっちかな、テント裏。そう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 、こっち。そう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 です、そうです。はい、死にました。さて残り2人。あ、ここバレるんだ。大丈夫、いける。よし、さあラスト、コンボいいで、やりますね。さあ当ててみるがいいこのステップ。あ、これね振り遅いな。まあ見ればわかるんだけど、ミスだもんね。よし、さあホームラン。で物品これを全取りして、スパタ、なんだろう、スパタ、語呂がいいね、スパタ言いたくなるね。これそうね、スパタかな。これ分解しよう。でこれもゴミになりました。よし、そうゴミになるのが本当に早いんだこのゲームは。なんでね、お金でこう気軽に強化ができないっていう、それがデメリット。強化しても多分次のパートとかでゴミになってんだもん。よし、でさらに鉄金属とオリーブ材もうないかな。うん、待ってね、なんかある、多分小銭かな。取れない。なんで、これ取れませんね。まあいいや、ほっとこう。なんでかはわからん。次バルナバスのとこに移動する。よし、あとここにもいっぱいある。さあドラクマこれ取って、矢の材料これもらって、さあ帰還しました。人を拉致って捕まえた。いいぞ、船員として貴重な戦力になる。彼だけでいいか。心配するな、先に進めば人員を補充する機会もたっぷりあるだろうさ。人手が欲しくなりそうな気がする。レガリスに向けて進路を取らないとな。長旅はのんびりできるだろうが、船旅は飽きが来るかもな。刺激が欲しいならいつでも向こうにある俺の日誌を見てくれていい。耳にしたことは何でも記録してる。きっと面白いぞ、向こう水な船長には。よし、でなんか装備をもらった、見てみよう。粗雑な剣多分。これがですね、こっちか。うん、こっちが強い。よし、でこれにしてスパタ、これゴミになりました。早いんだわゴミになるのが、本当に瞬速でゴミになる。でアーマーね、これ来て、これ30から40ってこれすごいでしょ、インフレ。よし、でクエスト、こっちね、戦争への旅路。まずこれか、メガリスに到着する。行こう、メガリス。今ここにいて、ここに島があって、でここはメガリス、これですね。でこれ多分推奨レベルかな、下7から上9、まあ7から9レベルの間っていう感じなんで、裏を返せば逆に滞在する時間は少ないっていうことかな。2レベルぐらいしか上がりませんよっていうこと。よし、行こうか。さあ再びそう出して、歌うの？出航準備、船長が戻ったぞ。あれ敵かな、もしかして。それね、よくわからん、敵なのかどうかよくわからん。まあいいや、平和に行こう。あそこ早くて進んでるな。今日ね10月7日なんですけど、昨日かな、新潟でね、最大気温35度かなっていうのを記録したらしいですね。かなり珍しいことみたい。35度、10月に。そのまま進め。自分ね、東京出身で、で、新潟で一時暮らしていたことがあったんですけど、あそこね、夏はしっかり暑くて、で、冬はね、本当に鬼のように寒かった。もっと焦げんだ。体調壊すレベルでずっと寒かった。で、また歌うし、ほら。
さあ残り 1.3 キロ。なんで気候が合ってる合わないっていうのがあるんだなっていうのを初めて悟りましたね。あそこで無理はするもんじゃない。でこの島、これなんかあるんでしょう。多分戦争はギリシアを変えちまった。スパルタ人かアテナイ人でなければ盗賊が来る。俺たちを人間から守るためあそこだ。あの島を見ろ。俺のあの獣を見たと思います。今日は神々が味方してるぞ。アレクシオス、海は穏やかで手は暖かい。最高だな。ああ友よ、その通りだ。さあここに行くの。これちょっと待ってね、ここから先に進めない。船着き場一旦そうね、トリオンで、あの島これなんかあるもんねきっと。でそっちが目的地一旦そうだね、ぐるっと見てみようか。でそこにナンパ船、あとね人がいるよそこに。ほらこれってちょっと待って、ここで降りれるの。あできるんだ。さあここで降りて、でこう行く。ちょっと待っとって。さあこの方、あー多分ねこれサブクエだわ。でおそらくそこの神殿に行きなさいっていう風に言われると思う。近いし。違うのかな。テクトン。おお、来てくれたんだな。何があった、仲間たちはどうした。海賊だ、ほとんどは奴らに殺され、兄弟はさらわれた。頼む、助けてくれ。いいだろう、金次第だな。手を貸そう。あんたの兄弟を探してやるよ。俺は船乗りじゃなくて大工なんだ。兄弟も同じさ、父から教わったんだ。なるほど、船に大工がいたら役立つだろうな。俺は船大工として働いてた。ポセイドンの拳ほどの穴が開いた船を修理したことだってある。兄弟を助けてくれたら乗組員に加わるよ。頼む。いいだろう。よし、海賊はどこだ。多分そこにいると思うんで行こう。海賊からあんたの兄弟を助けてこよう。よし、絶対そこだと思う。さあクエスト追跡。ポセイドンの拳ほどの穴ってどんぐらいな。これ絶対ここでしょ。違うの、この洞窟の中にいるんじゃないの。絶対ここだと思うよ多分。違うのかな。あ待って、穴がいた。違うかもしんない。これもしかしてここ何、戦利品3つあるらしい。でトリッピー、あれ来ませんと。これミスったかな、もしかして早とちりしてしまった。一旦ダイブして、アイテムアイテムアイテムないか。いや上の方向にあったな。いやこれか。よし探って、戦利品。さあ手袋合計3つ。これはこの世のものじゃない。この世のものじゃない。なんだ、なんか壁ぶっ飛んでるよ。何が起きてる。これは一体何なんだ。今はこの扉の先には行けそうにない。次の機会にしよう。あ今行けないんだ。この世のもんじゃない。あ多分これあれかな、メデューサとかなんか神話上のクリーチャーと戦っていけるっていう感じかな。あともアサシンとして目覚めたらね行けますとか、おそらくそういうことだと思う。さて次、再び海の中入って、これねモンハン持ちしてずっと人差し指で上キーをしてるんですよ、十字キーの。そうするしかないの。よしさあ上がってきました。でこれすいません、やっぱ話を聞いていこう。
情報をくれ。そこじゃなかった。今この島ね。で、洞窟。これ以上ズームができない。一旦ここら辺。マーカー配置して。この近辺にいるとかってわけじゃないの？どうかな？鳥頼む。いや、ぱっと見当たりませんね。で、ここに、お宝、73メーター。だけですね。そこに1個。いや、ただこれあれかな？もしかして、今取れないかな？さっきそっから来たもんね。で、こっから入って、入り口に近いね。もう一回そっちか。ちょっと行ってみよう。さて、再びこっち来て。おや！待って、あの人いなくなってない？いや、これミスったかな、もしかして。あのおっさんがいない。困ったな。ただあれか。あの、マークついてますね。600何メーター。あっちか。で、ここに一歩。あ、そこにあったんだ。これジャンプかな。よし。OK です。さあ、戦利品。重厚な弓。で、もう一個多分後で。一旦弓、これ装備しよう。よし。で、これゴミになりました。はい。行こうか。大工の兄弟を捜索する。これさっきのすいません。早とちり。こういうこともあんだな。さあ、ここで、乗っかって、これ、クラゲかと思ったらこれ全部死体か。これね、縦を上にして全部浮いてるんですね。怖っ。よし。で、操舵する。彼は大工だ。海賊にさらわれた兄弟を助けた。俺たちに協力してくれる。全力で攻撃！で、これは多分そこにいると思う。行くぞ！出発。こう下げろ！彼が島へ！どう？攻撃手は貝を持て。よし。多分ここでね。さあ、鳥。これ飛ばして。あ、ですね。いっぱいいるわ。よし。これって矢でいけんのかな？ここにも。やってみようか。どう？一旦減速。止まって、これ、いや、判定がないわ。これダメか。ほら、ダメですね。ジャベリン、これも、あ、ダメか。あ、そう。直で当たってるようにしか見えないんだけど、ダメらしい。多分それ、あっちですね。奥の。これ、ちょっと、ちょっと待って。先にこっちね。忙しいな、おい。先にこっち。よし。さあ、来ました。海賊の島。さあ、まずは。あ、こっちもいたな、あいつ。これミスったな。何やってんの、あれ。ほら、これはミスったわ。そうなるとこいつかな、ここの。よし。さあ、ぶっ殺して。
待ってね。で次こいつかな。でバックステマリー、よし。まずは数を減らす、これは大事。でブルちゃん、危ねえ今の。おわっ、さあ回避。あ待てない、結構奥いったな。で後ろからなんか音がする。おわっち、危ねえ。さあ強攻撃からのブンブン、よし。さあ一人、あいつな、そんこれ、これ敵だよね。あですね、あ毒矢か。よいしょ。このゲームね、ちゃんとこういう女性の敵がいるってのは本当に高評価ですね。高評価っていうか好印象。なんかね、性差別を逆にしないっていうか、女だろうとああいう人はいますっていうね。さて次、こいつなんだこいつ、爆走してんな。ね、これ一般市民か。で次ここにボスがいる、待ってね。さあこいつをこうだよ、ステルス、はい、押し叩いてぶっ刺す。見えない見えない、ああ見えない見えない、もう。さあここはブルちゃん、よし。さあレベル8と、なんか腰巻きもらいました。 OK でお宝タイム、ガチャ、お牛の兜10レベル、武器ガチャで、さらにこの方、担ぐの、安全な場所まで護衛する。さあ安全な場所、ここらしい、こっちらしい。え、ここ大丈夫なんこれ。よし、あんたの兄弟に頼まれた。あのバカ、いつだって人に汚れ仕事をやらせるんだ。助かると思うか。すぐに良くなる、助からないだろう。こっちかな。すぐに良くなる。あんた優しいな。嘘つきだけど優しい。兄弟に何か伝えることはあるか。あのバカに伝えてくれ。ほら、ほら。死んじゃった。多分致命傷ってたのか。もう無理だった。さて、でこれで一旦帰って大工に報告する。これどう報告するんだろう。あのバカに伝えてくれ。俺は俺は。よし。さあ帰ってきました大工。兄弟は見つかったか。どこにいる。どうしようかな。生き延びた。助からなかった。まあこっちかな。彼は助からなかった。すまない。そんな、嘘だ嘘だ嘘だ。神々よ、こんなのあんまりだ。船にいたのは海賊だけで神々はいなかった。今回の旅は俺が頼み込んで来てもらったんだ。あいつは海を憎んでたのに。俺は槍を持つと痛みを忘れられる時がある。あんたが約束を守るならその手に土を握らせよう。ああもちろんだ。どうせここには何も残ってない。さあこれでミッションクリアで、復刊テクトン、テクトンちゃん、これがですね、この方なんか髪型違ってない、気のせい、気のせいか。アーマー 2%、 いやいいかなこっちで。よいしょ。でさらに次のクエストとアビリティか。スキルポイント、今これ何ポイント、1ポイント。何取ろうかな。これそうね、ライフ回復これかな。よし。で四角ボタン割り当てて OK でね、次これを取っておきたい、チャージ強攻撃。よし、目くらましと相性いいはず。あでさらにこれ、すいません、
クエスト。アテナイ軍の船部隊を破壊する。これそうね、横から突っ込んでいきたくなるんだけど、ちょっとそれ危ないか。リスキーすぎる。さあ、まずは弓矢。よし、これ当てて、ガード。あとここね、こっち。あ、これ連中4レベか、この船。あれを先にやっつけるか。よし、さあガード、ガードからのジャベリン。どう？ジャベリン。よし、直撃。オッケー。さあ、なんか知んないけど回復する。でガード。さあジャベリン。あの4レベルあいつまだ生きてんな。沈んでない。さあ弓頼む。で、殻の後ろから行く。そこに多分突っ込めるはず、赤いところ。どうだ、弱点。よし、で、ジャベリンからの弓。よし、からのジャベリン。オッケー。さあ大破。で、最後に仕上げです。こうです。ほら、よしよし。オリーブ材めっちゃ手に入った。で、さらにそこでこう絶望に浸って見てる彼ら、4レベルの彼らはどうなるか。まだ人がいます。さあ彼らもこうです。さようなら。はい、聞くところじゃ今メガリスで最も激しい戦闘が行われているような。スパルタ軍がアテナイ人の口を一掃するための下準備ってところだろうな。さあこれで次メガリス、あそこに行こう。これですね、ニコラオスと会話する。これ要はお父さんか、ニコラオス。1.3 キロそっちね。これ上陸して今日終わりかな。行こう。これ多分この歌もね、歴史に基づいてるんでしょうね。ちゃんと調べたると思う。よし、さあメガリス。あんまり変わり映えしないけど、まあどこ行ってもこんなもんか。さあ中立地帯。見ろ、アテナイの犬ペリクレスは怯えているぞ。奴はパルテノンで劇作家や弁論家に囲まれて震えている。戦場でお前たちと相まみえようともしない。知っているのだ、力の差を。メガリスにおけるアテナイの時代が終わることを、そして次にアテナイが終わることを。
おい、お前がアテナイの封鎖を破ったんだ。ああ、そうだ。スパルタから礼を言おう。トゥケイの祝福があった。父上が勝利の栄光に欲する瞬間に間に合った。この距離か。弟だとは知らなかった。ニコラスの子供は死んだはずだ。狼の子供は何年も前に死んだと聞いてる。本当に息子なのか。父上は以前の家庭を失って後、私を養子に迎えた。私はその名を汚さぬよう生きている。時として物事は予期せぬ方向へと向かうもんだ。歴史というものは奇妙な出来事にあふれてるな。本当に身に覚えでもある口ぶりだ。まあな。そんな経験をしてるような年か。過去の話はいい、これからの話だ。雇われてもいない戦いに傭兵が一体何をしに来た。私の時間を無駄にした罪で殺される前に本当のことを話せ。さあ会話か。狼に会いに来た。スパルタの狼に会いに来た。そう簡単にはいかない。我が父ニコラウスはスパルタ全軍を指揮しているのだ。会うためだけにやってきたというのなら残念だったな。あんた本当にここの責任者なのか。スパルタ人らしくないぞ。ニコラウスに聞くのがいいかもしれないな。冗談のうまさなど傭兵には求めない。お前が役に立つ傭兵で金を稼ぎに来たのなら、ここにはそのための仕事が山ほどある。艦隊は壊滅したが、アテナイ軍はまだメガリスを強固に支配している。戦場に乗り込み奴らをアテナイに押し戻すなら足場を崩さなければならない。なぜ傭兵が必要なんだ。父親のこと、戦況はどうなってる。まあこれかな。なぜ傭兵が必要になるんだ。あんたは山ほど兵士を率いてるじゃないか。人数の問題ではない。メガラ人は我々の同志だ。勝利を確信するまで軍は動かせない。すでに石膏が重要人物の居場所を特定している。次、金を出すのは手伝おう。戦う準備はできてる。戦う準備ならすでにできてる。共にスパルタに勝利をもたらそうじゃないか。お前は他の奴らとは違うようだな。あの鬱陶しいアテナイの傭兵を始末するのにうってつけだ。指揮官を始末できればアテナイ軍を打ちのめし、奴らの地に押し戻すことができるだろう。物資を破壊し、箱を奪い、精鋭部隊を片付ける。そうすることで指揮官は必ずいぶり出されるだろう。石膏部隊にこれを見せろ。彼らと会ったら新しい情報を必ず確認することだ。お前の力を必要としているかもしれないからな。協力するのか。どんな物資を破壊すればいい。で、何を破壊してくればいいんだ。アテナイ軍が必要としているものすべてだ。食料や補給品、武器を探せ。レレクス王の谷にある二歳夜行から始めるといい。奴らの物資が運ばれてくる港だ。港ね。で、指揮官、これどこにいる。敵の指揮官はどこにいる。奴はメガラにいるらしい。石垣に身を隠し、守備隊に護衛されているようだ。精鋭部隊を片付けて物資を破壊し、金を奪ってしまえば仕留めやすくなるだろう。なるほど。どの金を奪えばいい。その目的の箱はどうして重要なんだ。軍とは金が必要な奴らの集まりだとも言える。金がなくなれば他人の野心のために命を懸けようなどという気もなくなる。アテナイはゲラニア山の麓で宝を守っているようだ。要塞っぽかったね。やるべきことは分かった。忘れるな。お前がアテナイ軍の兵を倒すたび我々は勝利へと近づく。アテナイ人どもをスパルタにひざまずかせたらニコラウスと会わせてもらう。さもなきゃ次はあんただ。アテナイからやってきた犬どもを片端から冥府に叩き落としてやれ。狼が褒美として望み通りお前に会ってくれるかもしれない。さあこれが次のメインミッションで、都市国家の征服。ステントルのメガリス征服を手伝えば父のニコラウスに会える。征服戦争が起こるまでメガリスの国力を衰えさせよう。この勢力メーターを低下させなさいと。
で、ワールドマップ。国力。国力は都市国家の指導者を倒すことで最も効率的に低下させられる。指導者には常に接触できるものの、国力が高い間は厳重に守られている。以下の方法で国力を低下させ、守りを弱体化させられる。で、この3つがその方法。その勢力の兵士を倒す。あと軍需品を燃やす。財産を略奪する。で、さらに懸賞金の対象。懸賞金の提供者は市民や兵士を殺害、窃盗、船を沈めるなどの違法行為を行ったプレイヤーに賞金をかける。で、この懸賞金を解除するには、マップ上で懸賞金の提供者に支払いをする。ワールド内で懸賞金の提供者を倒す。あとは期限が切れるまで目立たないようにする。で、今ここにいます。これそうね、国力低下させる。となるとやっぱりこの人なのかな？あ、でもこれレベル高いね。アフロディーテの息子、デモステネス。レベル10。あとこっちか。ヒルタコス。懸賞金の提供者。彼がレベル8。まあこれ多分倒せなくはないでしょう。よしよし。さあどうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦これで終わりにして。はい、アテナイ軍を倒そうとするステントールを手伝わないと。時間は無駄にできない。そうね、手伝っていく。で、指導者か。あれはまだ勝てないでしょ。よし。さあどうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦これで終わりにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回アサシンクリードオデッセイでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。弾を取ろう。